作って俺ら全然参加してないのに申し訳ないです。その集まりに本当申し訳ない。でまたこうやって出させていただいて嬉しいです。すいません、もう一つお願いあるんですよ。いつか、あのさっき虫唾が走るも言いましたけども、私たちネクストも被災地にライブハウスを作りましょうっていう大作戦、ライブハウス大作戦に協力しております。そこの物販で募金箱何つうもの置いてるんで、ビール買ったお釣り、焼き鳥買ったお釣り、焼きそば買ってまずかったお釣り、何でもいいんで1円でも20円でも30万でもお願いします。ほんのちょっとの気持ちだけでいいのでよろしくお願いします。実際もう宮古にはライブハウスができました。大船渡にもできました。石巻は今絶賛工事中です。なので皆さんの気持ち次第で石巻のライブハウスが完成します。よろしくお願いします。見てる塾の皆さんお疲れ様です。愛子ちゃんお疲れ様です。ありがとうございます。その今のライブのハウスの話も、誰かが何か変えてやらなきゃ何も変わらない話で、みんなが動いたからできることで、一人一人の力があるからそうやってライブハウスができて、今一人一人の力があるからこういうイベントをしてるだと思います。よくわかんないですけど、もう一つ思い出した。ちょっといいですか。どうぞ。米沢の高校生がライブハウスでライブやっちゃいけません。このクソみたいなライブをなんとかしたいんです。そういう気持ちで、うちもアイコもこのイベントをやってます。米沢のバンドみんながそう思ってます。ここに教職者がいるなら、そのクソみたいな制度なんとかしてください。でも俺らを伝えたって何も変わんないんだから、やりたいやつは変えようとして頑張らなきゃダメだよ。絶対やりたかったよ。俺らは音楽があって生きてられます。全然無名かもしれませんが、音楽があることでここにいるみんなとつながることができてるんです。学校で教わらないクソみたいなことを俺らはライブハウスで学びました。そこのとこなんとかしてください。お願いします。もう自分の手で何も考えなきゃダメだから、頼っちゃダメだよ。手助けはするけど、やりたかったら自分たちで変えていかなきゃいけないから、ラストチェンジって言ってやります。
やろうと思えば何でも変えれますから、頑張ってライブやりたきゃやればいいし、何か変えたいことあったらどんどん変えていけばいいし、全部変えるのは自分だから、人に任せちゃダメだから。やるI'm gonna get you out of here!